はーい、皆さんこんにちは。横山和樹です。ウィクラ実況スカウト編パート20。スペインリーグスカウトを5連と10連どっちもやります。じゃあ、スペインリーグスカウトをやっていきたいと思います。今回はですね、レジェンド、ロナウジーニョ、デコ、ラーション。ということで、デコ。ぜひ、手に入れたい。まあ、ロナウジーニョもね、狙いつつね。で、5連と10連が、こう、あるので、前回5連で美味しい思いをした横山和樹は、今回も5連を引きたいと思います。最初引くかね、どうすかね。まあ、途中ちょっとなんか流れ、悪くなりそうだったら5連1回挟んで、みたいな。そんな感じの方がいいかな。うん。まあ、どっちでもいいけど、10連からかな。うん。10連の方が良さそうだろう。先に10連。じゃあ10連2回ぐらい。3回ぐらいやってから。しゃあ行くぜ。頼むよ。星6か。星6かな。くるっと回ってくれればいいんだけどね。ラフィーニャ。ルーカス・バスケス。はいはいはい。ルドリゴ。さあ次。次。ですね、ゴールキーパーか。次です、次。あ、カゼミーロ。おー、これは、嬉しいね。星6になってから、初のゲット。24歳か。まあ、マティウ。じゃあ3枚星6ね。シレッセン。カゼミーロ。で、最後が、マティウ。まあ、星7は出なかったけど、カゼミーロは欲しかったかな。もうちょっと前に手に入れたらね、この星6カゼミーロ入れてもよかったんだけど。さあ、どうなるかな。おっ！おっと、1枚目からヘビー？スネークファイルが来てます。さあ、いきなりこれポンとレジェンドがこう出てくれると。おー、ファンフラン。星7ファンフランか。まあ。あとこのね、右下にね、赤いポツポツ見えてるかもしれないけど、これね、多分ね、録画のボタンだね。ちょっと、アプリのアップデートしたら、いろいろあって、この録画のボタンになってしまったんで。あ、録画っていうか、止めるボタンか。停止ボタンがこれになっちゃったんだね。ガライ、24歳。ガイタン、19歳か。19歳のガイタンはいいかもしれないな。ガイタン、星6、19歳。ガライ、24歳よりはいいでしょう。で、そしたら、5連やっちゃうか。ここでちょっと一発、星なら2枚とか、こう、ポポンって出てくると、いいんだけどな。頼むよ。あははい！マジかよ！そういう感じ？そういう感じですか。そんなに甘くはないよね、世の中ね。世の中そんなに甘くありません。カシージャ。デニス・スワレス。ホセガチャ、お！万世、21歳、万世。うん。まあ、いいか。まあ、こんなもんでしょう。うん、10連戻ります。あと何回引こうかな？あと2回ぐらいかな。ちょっと気に食わないスカウトになってしまったら、もう1回ぐらい追加でやってもいいかもしれない。あとはあれだね、チケット。うん、やるかやらないかはまた別として。おっと、待って。おお、今茶色しか出ねえなと思ったら、最後は2番目。さて、蛇が出ましたよ、また。いいね、調子いい。調子いいのかな、今回。そんなに調子良くない。5連失敗してるから、そんな調子は良くないの。お、イライソス。あれ？星6から下がった。レオ。
レウ24歳、バレンシアがナジョヘルなんです。そしてそしてアトレティコ、またアトレティコだ。ちょっとアトレティコ率高くない今日。おっとアトレティコがガメイロ、あれガイタンも出たよね、ファンフランも出たよね。ガイタン、ファンフラン、ガメイロ、ゴディン、アトレティコまた作れるんじゃないかぐらいの。これでこの後ヒメネスとかさ、あれトーレスとかさ、グリズマンとか、そんなのたくさん出てきたらもう、オブラクも、あれオブラクもう一枚持ってたような気がする。まあ、いっか。とりあえず後でスカウティングリスト確認するのもいいかもしれない。さてさてさて。保証マジかよ、保証か。あー、マジですか、保証ですか。アンヘルコリア、あ、これは、こないだの試合、レアルとの試合で、まあいいや、まあそれは後にしよう。ためにで、あとは、ジョアン・カンセロ。アリツ、ウーゴ・マジョ。で、モラタいいよ。星6モラタお帰り。あの、ユベントス時代のモラタは持ってんだよね。うん。2016年だったっけ？あれは持ってんだよ。さて、これで納得いくかっていうと、いくわけがないよ。まあ、行くわけがないということはもうやるしかないんだよ。これで、まあ、これで撃沈したらもうね、まあ、ここでやめとこう。うん。お金の無駄です。おーいマジかよ。よし。まあ、今日はこのぐらいにしといてやろう。茶色ばっかりじゃねえかよ。マジかよ。なんか絞ってる？運営さんが絞ってるんじゃないかな。確率下げてそうな気がするぜ。だって6、7ブーストだよ。保証だよ、また。おい、またアトレティコチアゴだ。これもうあれだな、次アトレティコのガチーム作れって言ってるようなもんだな、これ。アトレティコばっかりだぜ。いやー、これはちょっと後半いけてないね。前半はさ、ヘビがこう、2回ポンポンって出てきてくれたから、いいけど。で、チケットね。うん。今回はね、6回ぐらい引いてるから、次回かな。次回チケット会やってもいいかもな。ま、ちょっと、相談。チケットやるときはあれだね、ゲスト呼んだ方がいいかな。じゃあ、さらっと、今回手に入れた選手を確認しつつ、星7の選手を確認、見ていこうかな。モラタね。アンヘル・コレア。ガメイロ・ゴディン。ゴディンね。ゴディンは、もう3回ぐらい手に入れたことあるのかな。2回ぐらいガチチームに入れてるよね。マンマーク闘争士。身長は186ね。さらっと見て、長くなっちゃうからね、6回も引いてたらね、もうね、動画の時間も長くなっちゃう。ガイタン。あ、ウェリグトンって下がったん？星5に下がってんね。6だった気がするぜ。一時7もあって。ファンフラン。ファンフランは、星7に今回上がった選手、昇格した選手だよね。ピンポイントクロス。もうちょっとスキルあってもいい気がするぜ。ファンフラン。さあ。あとは星7、あ、そうだ、カゼミーロ。これは星6に上がったからちょっと見ておこうかな。標準でアンカーでね。あ、割と、スピード以外は、バランスいいのかな。
スピードを重点的に上げる感じかな。でも24歳だもんな。まあこんな感じかな。じゃあそろそろこの動画も終わりに近づいてきましたね。あとちょっと下にスクロールして、あ、この辺かな、この辺だね。ベン・イエデル、ここが最初だ。というわけでご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。